昔アマゾンに真っ赤な髪の坊やが愛しいにまたがって元気に走っていく。もみの狩りうど発見、後ろ向きにスキップ足は後ろ向き、ピュアな気持ち前向き。クールジャパン沖縄、今日はですね、ちょっと静かな感じでいきたいと思いますけれども、この番組は、私アニマン兄貴ことアニマンお姉さんこと、金沢智也が、沖縄をクールジャパンの世界にしてしまおうと、沖縄が日本一もしくはね世界一のクールジャパン、まあ世界一ってもね、クールジャパン自体は日本の話ですから、まあそういうね、野望を、実現するための番組でございます。この放送は地上波 79.7MHz、FM79.7MHz、そして、それからツイキャス、ネットの方ですね、ネットの方ではツイキャス、それからユーストリーム、そして、サイマルラジオでお届けしています。サイマルラジオの方ではね、音声のほか音楽、CM 全部流れます。またユーストリーム、ツイキャスの方では、音声だけでなく、まあ、画面ね、こう喋ってる人間の画面が出るんですけれども、今日は、収録放送ということでね、残念ながら、ユーストリーム、ツイキャスなどで見ていただいても、残念ながら、声だけでございます、ね。そういうわけで、アニマン兄貴の、クールジャパン沖縄、まずは1曲目。空を見上げて瞳まぶしくて、だからダンサッサダンサッサ、はいよはいよ、ダンサッサダンサッサ、はいよはいよ、くつひも結び直したら行こう、ダンサッサダンサッサ、はいよはいよ、ダンサッサダンサッサ、はいよはいよ、また進もう、胸が
はい、そういうわけで、まあ今日ね、なんで収録放送なのかというと、明日9月23日土曜日ですね、まあ午前中那覇の方で国際通りの牧師ってところ、詳しいことはね、那覇市役所の、ホームページ見ていただくか、私のツイッターアニマンお姉さんで検索していただくと、私のね、ツイッターもしくは、ピンクドット沖縄、ピンクドット沖縄のツイッターとか見ていただけると情報が載ってるんですけども、那覇市の方で、国際通りの方で、まあ、交通規制を伴う、不発弾処理が行われます。だもんで、まあちょっと私もねパタパタそれに対応してね、忙しくしてるんですけども、その不発弾処理の後、まあ同じく国際通りね、那覇市国際通りの文化展物館というところのね、前に広場があるんですけれども、そちらの方にねピンク色の可愛いテントがいっぱい立って、またまたステージの方ね、ピンク色のステージです、ピンク色のステージがあって、そちらの方にねいろんなゲストを呼んで、お届けするのが、ピンクドット沖縄というイベントでございます明日。どんな目的の、イベントかというと、LGBT とか LGBTQX とかね、まあさらに LGBTQXAI とかね、いろいろね、いろんなね、まあ言い方されますけれども、いわゆるセクシャルマイノリティと今言われてますね。いわゆる男性と女性が恋愛をする、ヘテロセクシャルではなくて、例えば同性愛と言われるホモセクシャリティですとか、それから、どちらの性でもね、恋愛対象である場合のバイセクシャルですとか、それから、自分自身のね、性別違和と最近は言いますけれども、まあちょっと前までね使われた、よくまあ現在でも、ね、よく使われてますけども、性同一性障害、とか、言われる、まあ現在では性別違和というんですが、そういう、MTF というのはメントゥフェミール、男性として生まれたけれども実際の精神的な、性別が女性であるので女性に、なる人、それから FTM、フェミールトゥメン、これは、女性として生まれたんだけれども、どうしてもねそのライフスタイルですとか、それから精神的なものが男性なので、その男性に、性別を、ね、変更する人もいれば、まあその人の、ね、度合いによって違うんですよね。まあいろんな方がいます。一括りにね、性同一障害といってもね、そういう自分の本来あるべき、脳みそというか精神的、ね、な性別に、ファッションだけでもいいとか、考え方だけでもいいとか、ライフスタイルだけでもいいとか、やっぱり戸籍まで全部、本来の性別になりたいっていう人もいろいろいるのでね、こういうところがね一括りにできないので性多様性と言われてますね。まあ性のね多様性っていうとね、なんかいろんなね性別があるように思っちゃう人がいるんですけども、そうではないです。性多様性っていう、性にはいろんな多様性があるということですね。でもね、よく考えには見てもらえればわかるけどね、ひどい言い方するとね、いわゆる物線とかね、物線とかこうあるでしょ、いろいろそういう特殊じゃないね、特殊って言っちゃいけないね、そういう特別でもないのか、体型ね、が好きな人とかいるでしょ。まあ沖縄だとこういうのも、俺の知り合いにすごいのがいて、ケーマーマニアってのがいてさね、もうあの人の腕の毛すごい、あそこに指絡めて遊びたいとか、あれこすってアリンコにしたいとかね、アリンコとか分かりますかね、すね毛のあるね、方は一生懸命すね毛手でこすって揉んでみてください。アリンコになりますから、しばらくね、しばらくねアリンコが動いてるように見えたりとかね、そういうのが好きって人もいるんでね。あと匂いフェチとかね、何フェチとかね、いろいろいますね。私もハイヒールフェチですけども、人のハイヒール見ても面白くないです。自分で履きます、私の場合ね。でもサイズがなかなかないんでね、27なんでね、27のサイズの売ってるハイヒールとか婦人靴売ってるお店があったら、皆さん紹介してください。ツイッターとかね、ツイッターとかフェイスブックでね、ツイッターの方では 何回も言ってますけど、アニマンお姉さんね、もしくは沖縄セルティで検索していただければ出てきます。またフェイスブックの方ではね、本名の方の金沢智也、
これでね、どなたでもお友達になりますので、というか、まあ、Facebook の方はね、何回かやり取りしてくれれば、Twitter の方はね、フォローしてメッセージいただければお友達になりますんで、よろしくお願いします。まあ、いろいろお話してますけれども、もう一度言いますけれども、明日9月23日土曜日、ね、朝から、午前中は、まあ、朝から、朝何時からだったかな、10時からだったかな、ね、那覇市の方で不発弾処理があって、国際通りがね、ものすごく、渋滞混雑が予想されますので、できたら公共交通機関、日本広告機構、広告なんとか機構みたいで、なんか言いにくいね、公共交通機関ね、東京とか局みたいで全然言えてねえし、公共交通機関ね、モノレールとかバスね、乗って来ていただけると、非常にありがたいなと思います。もちろんタクシーでもいいですけれどもね、多分国際通りの裏道あたりがめちゃくちゃ混むと予想されてますので、昨日ちょっとね、ある交通の関係の人にちょっとね、問い合わせたところ、明日は国際通りが、一部ね閉鎖されるんですけれども、その交通規制でね、58号線とかね、33とかと、国際通りを結んでる横の道路が、横の路地がね、めちゃくちゃ混むんじゃないかと言われてますので、お気をつけてください。そして、不発弾処理が終わるか終わらないかの午前11時から、ピンクドット沖縄、これの方が始まりますのでね、皆さんそちらね、楽しみにね、もうどんどん来てやってください。よろしくお願いします。そういうわけで CM。 お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車中古車のご相談なら、宜野湾中古車街道長浜モーター、 892-3719 892-3719。はい、そういうわけでね、アニマリキのクールジャパン沖縄、いよいよ後半でございますけれども、そういうわけで、ピンクドット、明日がピンクドット沖縄なんでね、ピンクドット沖縄、今年で5回目です。第5回、ピンクドット沖縄2017、これが今回が第5回になるんですけども、私共同代表やらせて、いただいてます。共同代表何人かいるんですけれども、全部で4名いる共同代表のうちの1人です。あとは共同代表としてね、ステージだとかいろいろそっちの方のね構成ですとかね、全体の構成、イベントそのもののね全体の構成やらせていただいてもらってるんですけれども、とにかくね、明日は、例えば東京からわざわざねこちらのにね、銀座パリスさんっていうね、ブランド商品の、買い取りとか、販売でおなじみの銀座パリスさんが、銀座パリスさんの本店とか代表の方がねいらしてね、代表自ら、かき氷を作って販売するというのもありますし、またそれからね、瑞泉酒造、それから JAL& JTA さんね、こちらの方も、物品販売でね、いろんな、飲食物ね販売しますので、皆さんそういうところお楽しみに来てください。あとはね、KPG、リゾート&ホテルズさんでいいのかな、間違ったらごめんなさい、KPG さんの方も、明日が、いわゆるね、さっき言ったある、セクシャルマイノリティを表すカラーにレインボーカラーというのがあるんですけれども、このレインボーカラーをかたどった、パン、虹色のパンがあるんですよ。虹色のパンを用いたレインボーサンドイッチというのが販売されます。それからあと何だっけかな、他にもねピンクドット沖縄の、オリジナルグッズ、オリジナルラバーバンドですとか、それからオリジナルの T シャツ、こちらの方も販売しています。またね、うちわとか、ピンクドットのうちわ、これ無料で配りますんでね、皆さんガンガン取りに来てください。多分ね、午後1時にはなくなるんじゃないかっていう気がしてます。ほとんどの商品売り切れるんじゃないかと思ってます。
そしてもう一つがね、沖縄、明治乳業さん、沖縄明治乳業さんがアンパンマンアイスを販売とかね、するんですけれども、こちらの方がですね、こう皆さん注目していただきたいんですけど、まあ、沖縄でしか売ってないんだよね、このアンパンマンアイス。このアンパンマンアイス、なんと、袋を見るとですね分かるんですけど、アンパンマンアイスの方が、虹色の、要するにさっきも言いましたけどセクシャルマイノリティを表すレインボーカラー、まあ、あと多様性を表す色ですね、レインボーカラーが書いてある、まあ、その虹の下をねアンパンマンが通ってきてるというね、そういうアイスですごく美味しくてね、だいたい70円ぐらいで、60何円だったっけ、70何円だかな、あのコンビニでも売っててね、僕もよく食べてるんですけれども、それとね、その兄弟アイスにね、まあ、姉妹アイスって言った方がいいのかな、ドキンちゃんアイスってあるんですよ。このドキンちゃんアイスがなんとね、ドピンク色なんですね、これが。ですからピンクドット沖縄にね、あの本当にふさわしいアイスということで、私の、これを見つけたのは実を言うと今はっきり言います、私でございます。で私の方からね、ある方に、あるちょっと、すごいあの経済界の有名な方にお願いして、なんとか沖縄明治乳業さん参加してくださらないかということでね、土下座とかですねしてませんけれども、お願いして、あの出していただけることになりました。でそういうわけでね、皆さんぜひあのピンクドット沖縄の方ぜひ来ていただきたいと言いたいんですが、ここでもう一つさらにね、告知しとかなきゃいけないことがありますね。そうですね、登場するゲスト、来てるゲストがすごいです。あのはっきり言いますけど、ほとんどのゲストがステージの上にいません。ステージの上にいないで皆さんと同じ客席というか広場をうろうろして遊んでますので、皆さんもそこで仲良くね一緒に写真撮ったり握手したりね、お話したりね、あのサインねだったりとかいろいろやってください。ここ初めて言います。これもうツイッターとかフェイスブックとかね、公式ホームページではこのことについて触れてませんけれども、まあまあとにかくもう僕はもうあの広場の方でみんなと一緒に触れ合いたいんです、みんなと話したいですって言ってくれてるのが山崎徹さん、あの、ね、漫画家で有名ですよね。あとお姉さんがね、すっごいあのベラ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 、俺よりもね俺の10倍ぐらいおしゃべりでね、髪が見えながらすごい喋ってるあのお姉さんいるでしょ。お姉さんなんて言うんだっけ、誰誰、お姉さん何名前教えて、わかんないの本当に。ああ今ちょっとね向かい側になんかいるんですけどね、ちょっと聞いたんだけどわかんない。山崎徹のお姉さんいるでしょ、あのママドル、名前忘れた、ど忘れしちゃった、さっきまで覚えてたの、本当にど忘れしちゃった。ここだけの話、一回しか告知しません。来ます。広場にいます。山崎兄弟揃い組でございます。はい。そしてね、司会がすごい。まずね、アンパンマンショー、ウルトラマンショーね、仮面ライダーショーでおなじみの、アンパンマンショーのお姉さん、ね、司会のお姉さんといえば浅戸みむちゃん、この間もゲスト出ていただきましたけど、浅戸みむちゃん今日さっきもねテレビで出て、レズビアン&バイセクシャルのね、あの代表としてね、なんかテレビのニュースの方で特集で出てくれたんですけれども、あと、まあ、その特集にも出てたね、あの竹内さんっていう方もおられるんですけど、この方もね、まあ、なんだっけ、パフォーマンスで出てるんですけども、まあ、この方も大使なんですが、まあ、司会の方は里見むちゃん、そして、深夜番組でね、いろいろねコメンテーターとして活躍されてるエッセイストの、ブルボンヌさん、そして狩俣凛太郎さん、もうね、ま、前振り前置きにねどこどこのアナウンサーとかつけると問題があるんで言えません、これ言えませんから、狩俣凛太郎さん、この3人でございます。というよりも俺ね、すっごいねここでねすっごい頭の回る人は今思ったと思うんだけど、山崎徹さんと狩俣凛太郎さんが同じ会場にいるってだけでなんかすごい絵柄だと思わない？絵面すごい絵面だよね。この2人が会話してるとこ見たくって俺なんかプライベートとかでね何回もね話してるらしいんだけど、こういうねあのこういうオープンな場所でねっていうかオープンなねイベントとかでね話したことがないっていうから、いやこれはもうちょっと期待してます。そしてね、いろんなアーティストもちろん出ます。沖縄ドラッグクイーンね、有名なね、内地でも活躍なされてる3名の方も出ますし、それから、先ほど言った沖縄 ピンクドット沖縄大使の竹内さん率いる、まあ、別名マダンバシリナだっけね、まあさんが率いる女装パフォーマンスグループの、琉球女装時代、それから、まあ、最近ね NHK とかね、あれ曲名言っちゃダメなのかね、ある日本の国営放送って言えばいいの、公共放送のね、まあ、にも
何度もね最近取り上げられてる、まーちゃんとか沖縄市のまーちゃんとか、それから、パフォーマンス、まあ、同じ番組で取り上げられてるラム&ランちゃんなんかが、まあ、出て、まあまあ、結成しているチームって言えばいいのかな、JPG レインボーカマーレインボーキャマーだレインボーキャマーね、これも出ますし、それから、ストリートワークアウトね、このもう世界での第一人者ね、もう出てきます。あと何かあったっかな、あとなんかエーサーとかね、いろいろリューブとかもいろいろあるんですけどね、いちいち覚えてなくてすいません。そしてね、大鳥がね、当然ね、当然のごとくマックスでございます。マックスです。そうですね、まあこの間のね、土日にね、コンベンションセンターの方でなんか、マックスとね一緒にやってた、アムロナミエ with スーパーモンキーズだった時代のね、アムロナミエちゃんが、イベントやったみたいですけども、その1週間後に今度はこちらピンクドット沖縄でマックスさんです。しかもこちらの入場料無料なので、大パニックになる可能性がありますので、なるべく早めに来てください。駐車場、特別な駐車場とか用意してませんので、本当に早く来ないと大変なことになると思いますんで、公共機関を使って来てください。多分ね、そのね、不発弾処理もあるからね、周りの駐車場ね全部埋まってると思うんだよね、本当に。うん、だからちょっとね、その辺を考えてね、ぜひちょっと遠くのところに、ちょっとね離れたところに止めてモノレールで来るとかね、ちょっと離れたところに止めてバスで来るとかね、ちょっと離れたところに止めてね、タクシーで来るとか、ちょっと離れたところに止めて歩いてくるとかね、いろいろ工夫してやってください。そういうわけで、そろそろお時間でございます。そういうわけで、明日9月23日土曜日、国際通り、文化展物館の方でお会いしましょう。それでは皆さん、またのー、またのー。会いに行けたら伝えたいことがたくさんあるの、せめて夢でもいい。優しいな。